平野紫耀と神宮寺勇太、ゆうた、とべで再始動も、歌番組は難しいテレビ関係者が今後を予想。昨年10月末、ジャニーズ事務所副社長とジャニーズアイランド社長を退任し、電撃退社した、タッキーこと滝沢秀明氏。彼が立ち上げたエンターテインメント会社、とべに、元キングプリンス以下。 キンプリの平野市王と神宮寺優太が合流し、話題になっている。二人の合流が発表されたのは7月7日の YouTube 生配信。スタートから約20分で同時視聴者数が100万人を超え、途中登場した元 V6 三宅県と共に、その海峡に歓喜していました。その後行われたインスタライブは50万人超えの視聴者数を、 記録したほか、平野神宮寺のファンクラブ入会にあたっては、サイトにアクセスが集中し、手続きが720分待ちに、とべ、の公式ツイッターが陳謝する事態となりました。芸能ライター。方向性の違いでたもとを分かった金プリのメンバー。長瀬門と高橋山は、その看板を守り、一方、平野。 神宮寺、騎士ユタの三人は、脱退、それぞれ再出発した格好だ。九月末で事務所を退場する騎士も飛べ、二合流するともっぱらの噂。そんな彼らを見ていると、元スマップへの稲垣五郎草郷を香取慎吾による、新しい地図、を思い出しますね。三人は2017年11月、72時間本音テレビ、アビーマ TV、で退場後初共演。 現在も新しい地図として一緒に活動しています。どうただ、新しい地図の歩みは決して順風みつるほだったとは言い難い。スポンサードしている企業は特に忖度することなく彼らを CM に起用できるが、ジャニタレの番組を多く抱えるテレビ局は新しい地図の3人を使うことが難しかった。テレビ業界関係者、そうだ。19年には、 ジャニーズ事務所が局側に圧力をかけ、3人のテレビ出演を阻止した場合、独占禁止法に触れる恐れがあるとして、厚生取引委員会が同社に注意したことも話題となった。その後、新しい地図がテレビ番組に出演する機会は増えていったが、スマップ時代と比べると、やはり露出は少ない、どう、という。今年、4月末もという中井。 フジテレビ系にカトリが出演。中井正宏との退場後初共演を果たしましたが、それは中井の番組だから。やはりテレビ露出は退場前に比べ激減しています。ただ、未だにジャニーズの圧力があるのかと疑う人もいますが、現在はテレビ局が一重にキャスティングをしていないだけ。 高視聴率が期待できるなど、よほどのメリットがあれば別ですが、今の新しい地図にそこまで望めませんから、テレビ局関係者、平野志洋と神宮寺ゆ太は音楽番組に出演できないでは、平野、神宮寺、さらには騎士の今後を、テレビ業界関係者はどう見ているのだろうか スマプオとキンプリが決定的に違うのは、やはり解散しているか、していないか。長瀬と高橋は、今後も各局の歌番組にキンプリとして出演し続けるでしょうが、同じ番組に平野、神宮寺、騎士を出すことは、ジャニーズとテレビ局の関係上、難しいと思われます。脱退組のセールスプロモーションはネットが中心になるでしょう。どうただ、 彼らは海外進出も視野に入れていると言われ、テレビを超えたグローバルな展開が期待されている。トベが海外のエージェントなどと強いパイプを裏で築いていれば話は別ですが、今のまま元ジャニーズの3人が海を渡っても、世界で戦えるスキルには達していないでしょう。結局、国内に残留したまま活動を続けるようであれば、 解体を苦渋の思いで受け入れたファンが浮かばれませんが、どうとべから再スタートを果たす平野と神宮寺だが、厳しい現状をどう乗り越えていくのだろうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。